飯は大好物のバカスーとマイマイフィちゃんです。本日の企画はユニチモンの連覇を置き去りにしてみたわけ。はい、先ほどですね、撮影が終わったんですけど、はい、今なんか連覇さんドンキに買い物行ってるみたいで、いつもあの人お金持ってないんですよ、なんかお金が入ってなくて財布の中に。この間もなんか一緒にご飯行った時にあっちから誘ってきたのにお金持ってなくて、やばい、どういうこと、そう、本当に400円しか持ってなくて、ジンギスカン食べ放題よく行ったら、そう、しかも、そう、あの子はさ、そんなお金ない中でドンキ行ったら0円になるよ。確かに確かに、確かにね、本当にやばいよね。うん、そう。ということで、撮影終わったからみんなでご飯食べに行こうみたいな流れになって、ご飯食べに行くんですけど、そうで、サブちゃん回そうってね。そう、サブちゃん回そうっていう体なんですけど、お金ない状態の連覇さんをちょっと置き去りにしていこうかなと思います。はい、はい、はい。でもさすがに、その状態の置き去りはかわいそうやから、ちゃんと最後に出る人がお金を払ってから、で、そこら辺で待っていた。さすがにね、無銭飲食だったから、うん、はい、お金はこっちで払うんですけど、うん、ちょっと焦ってもらおうかなと、はい、はい、思います。はい、じゃあやっていくんですけれども、私たちはライブのお知らせがあります。イエーイ。6月16日代官山ユニットさんで、私たちは最大規模のワンマンライブがあります。イエーイ。ぜひぜひあのチケットをね、まだ余ってますので、たくさんお友達を呼んで一人でも多くの人に来てほしいです。あの概要欄の方からチケット購入できますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。はい、サブちゃんです。イエーイ。スシローにね、来ました。はい、最高。撮影終わりのスシロー最高。最高、最高、ね、いっぱい食べようね。食べよう、食べよう、注文しようよ。これでサブちゃんが来てるってことはケーキでいいの？はい、イエーイ、はい、ケーキです。はい、え、これティー、これティー、これちょっと求めやすいですか？何頼むの？取り替えの。やだ、声がやだな。え、なんかさ、6人で行くのあれじゃない？久しぶりじゃない？確かに。行ったよね、行った。あ、行った。レッスン終わりにお寿司。忘れてた。レッスン終わりにお寿司。え、結構食じゃない？うん。行った、行った。で、これでさ、あの、とりあえず1人1500円以内だったら何でもいいみたいな。2000円以内とか。いや、もうそんなに頼むよ。頼みたなんですか？ありがとうございます。どれ？あ、いいよ。え？え？あ、え？わわわわ、誰に頼んでやるやつ、やだ、いびっくりした。到着した商品は絶対持ちのです。よしですね。ウドウさんめっちゃ優雅にたくさん頼んでました。何頼んだ？マグロ三点盛り。わ、美味しそう。美味しい。あと、一番好きなスシローのメニュー、炙りサーモンバジルチーズ。チャームシャリオ。お疲れ様。お疲れ。最高ですね。うまっ。鈴木マリスト。鈴木マリスト。おいしい。ビールだけでいいの？もっと飲んでいいのか。もう今日が休みだね。そうだね。ケーキだから。何でも頼み。何でもできる。ケーキだから。ケーキだから。ありがとうございます。あ、来たよ、ケーキのサーモンチーズ。え、待って、美味しそう。え、チーズの。すごい。え、待って、これ食べたいわ。そんなあったんだ。うん。美味しそう。いただきます。食べな、甘いの。え、美味しい？え、なんかセンスあるね、みんな。だけど。ね、これめっちゃ美味しい。美味しい。やばい。え、頼もう。これやばい。ありがとう。ここに連れてきてくれてありがとう。ね、この人え？カニとイクラ。うん。カニ、カニ味噌、イクラ、甘エビ。甘エビです。食べたい。オリツ風セット。見てください。こちらが良くない大人のセットでございます。悪い。これないやん。これ良かった。美味しいじゃん。なんか、最初終わりで終わっちゃうみたいな。良くない大人のセット。良い子は真似しないでください。うん。幸せ。うん。レンファどんどん食べてね、経費だから。うん、うん、分かった。
頼めなかったな、経費だから、うん、え、じゃあ、自分カニ店とかいくらとかって頼むし、カラミカツいいわ、みんな幸せそうな顔しててまあまあ、もういっぱい食べなね、食べる。てかこの間さ、ジンギスカン美味しいお店あるんだよねって言って予約してくれてさ、行ったお店がさ、現金決済でさ、400円しか持ってなかったじゃん、うん、ATM ダッシュで。ちなみに今いくら持ってる？マイク系さ、美味しいけど食べづらい。わかる。あ、メニューが。待って、私も頼んだ。あ、バイバイじゃない、さっき。はい、渡して。はい。はい。この後、はい、何この中、サッカーの中、はい、レシートしか入ってない。レシートしか入ってない。よーし、優勝って言って。お腹いっぱいになって、眠たくなってるよ。もうバブちゃんだね、あんたは、ね、急に眠くなるよね。わかる、お腹いっぱいになるってマジで眠たくない、うん、もう今こんなのおかげどころじゃない、ドカ食い気絶ってことや。いや、こっちじゃないか、うん、ありがとう。マチのがマジでさっき隣でよかったなと思う。なんか企画の時とかも、うん、なんか何でもやってくれる、口ついてたらやってくれる、まあ、紐見えてたら隠してくれるしただ自分のは気にしないから幸せそうやな。一人だけだって飲んでるビールだし。ほら、確かに。唐揚げ食べな。いいの？赤と白しか食べない。贅沢やな。本当に赤白ビール。ビールこれ460円。高いのしか頼んでない。いい茶碗蒸し。え、全部300円オーバー。え、普段は違うの？普段はあの経費じゃなかったら2000円以内に絶対に収めるよ私。その金じゃなくても。半かけちゃってごめん。今日という日はあげた方がいい。あのなんか過ぎたせいかさ、お腹がおかしいから。ゆるい。やっぱご機嫌するからちょっと外の風浴びてくる。大丈夫？やばいかもしれん。気をつけてね。またね。あとでね。お疲れ。飲みなね。電気入れてほしい。ちょっとトイレ行ってこようかな。行ってらっしゃい。トイレ。トイレ。お腹弱いね。あんじゃない？アイスとかみんな。アイスとかさ、ドリンクとか飲んでからね。そう。飲みな。友達がさ、でマジテロンだって、来てもいい、ね、え、だからさっきからニヤニヤしてるの。なんかいい。じゃでも、なんかずっとそわそわしてた。ほら、いるよ。埼玉の田舎の友達が、田舎からここに来たんだから。いるって、たまこちゃん、たまこちゃん。行ってきます、早く。ありがとう。たまこ。違う、たまこ。たまこ。たまこね。たま。たまこ。たま。たまこ。たまこ。あ、でもさ、埼玉遅くね。あ、じゃあそっと見てくる。普通に。マイマイも心配。やばい。お腹。食べれば冷える。カフェ2個目さすがにお腹冷えたわ。え、しかもこっち溶けかけだったから、本当になんか冷たくなって、めっちゃ気持ちだったよ、これ。いきなり。温度差に。あ、もういいね。ごめん。もういいや。おトイレ行ってくれば。おトイレ行ってくる。うん、いらっしゃい。うん、あ、ついでに前は見てくれて。あ、分かった分かった。行ってくるわ。うん、大丈夫。大丈夫。いや、これちょっと、いいやつだからさ。あ、盗まないよ。そうそうそう。じゃあ、まだ。ちゃんと戻っておいて。あ、戻っておいて。はい。はい、今レンファを置いてきたんですけど、さすがにかわいそうなんで、私が先に会計を済ませたいと思います。レンファ、払わなくていいからね無線飲食になってないからね。お支払い方法を選択してくださいということで、みんなの元に行きたいと思います。イエーイ、合流しました。イエーイ。どうだったさ。帰ってこない、大丈夫とか言われて、パフェ2個食べて2個目でなんかちょっとお腹痛くなっちゃったって言ったんだけど、え、トイレに日傘いるって言われて確かに、確かに。で、会計をかわいそうなんで先に終わらせて、うん、そう、終わらせてます。
の行きました。お存在にはなりません。そう、ちゃんとね、払ってるんで。はい、反応が楽しみですね。ね、楽しみ。パさん来るかな。だって300円もなかった。360円。やばい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 。焦ってるよ多分。もうさらないで。いや本当にやばいよね。え、大丈夫かな。じゃあしばらく待ちますか。はーい、待ちます。待ちます。え、皆さん、私今この状況で何分過ごしたか知ってますか。体感15分ぐらいなんですね。最後の人がいなくなってから。おいって耐えたの。え、でもさ、私さ、お金ない。マジでない。話をさ、して。どうしよう、どうしよう。高い。しかも自分で、自分だけで3000円くらい頼んだ自分を殴りたい。1回くらい。うわ、え、ちょっと待って、お会計。あー、やってるわ、これは。いや、もう、私は見ましたよ、画面。あら、ご来店ありがとうございましたって書いてあったってことは、もう誰かが会計しまして、私がね、気づかないでパフェと戦ってる間ですよ。パフェをひたすら食べて、戦ってる間に、これはやってますわ。あいつらよ、ふざけんじゃねえよ。来ました、来ました。あ、お、あ、あった。うわ、やってんね。おいで。どうしたの？ね、お金は？会計大丈夫？いや、ご来店ありがとうございましたって書いてあったから、みんなが済ませてくれたんでしょ。え、済ませてないよ。済ませてきて。やばい、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 会社だよ。済ませてやばい、やばい、やばい、え、済ませてやばい、やばい、やばい、YouTube やってらんなくなっちゃうよ。え、嘘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 、レシートなんかなんないから大丈夫。壁に置いて壁に。うん、疲れたよ。疲れたよ。え、何してた？何してた？待ってたんだよ、あんたたちの。え？え？なんで？この子大丈夫？うん、え、なんか全然この子大丈夫。うん、いて、あ、ない、お腹よりもパンを待ってたから足が痛い。わかる。確かに。任せすぎ。めまいで遅いじゃん。逆に待ってたんだけど。足待った。こっちからもお会計して待ってんの全然来ないんだから。そうだよ。ああ。お会計しますね。理不尽です、これは。何が置いてきぼりってこと。はい。ということで。はい。大成功。大成功。大成功。無一文のエヴァを置き去りにして帰ったらどんな反応するのか、ロッキー。イエーイ。大成功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 。いや、そうなんだけど、汗。いや、汗、最初の、一回考えた。本当に私はこのまま自首するか考えた。自首一瞬考えた。ちなみにお会計、80円でした。うん。おぉ、ことない。めっちゃ無理じゃん。全然払えなかった。全然払えない。はい、でも、足、ちゃんと手入れたので。お酒で寝てるかと思った。ちょっと面白いものが。寝るよ、あんたたちがいなくなった時間で。私15分で喋るタイプなんですよ。あら、はい、ありゃりゃ、いますか。で、今もうね、よかったね。今までだね、逆に耐えらないで。マジ足痛かった。ね、やっぱ犯罪者にならなくてよかったと思う。本当にね。はい、あなたたちにも影響が及ぶことですよね。いや、怖い。言えてない。今度からはね、お財布にお金入れとくように。え、そうね、そういうことだよね。だからそういうこともね。はい、ということで、本日は無一文の連覇を置き去りにしてみたドッキリをやってみました。いいんじゃない。イエーイ。いいんじゃないよ。よかったね。企画でいっぱい食べるですね。本当に。はい、この動画が面白いな、私も獅子郎行きたいって思ってくれた人は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。
見てください。バイバーイ。